こんにちは野球グモチャンネルのお時間です。編集長の武田浩二です。はい、お相手ライター編集担当の円卓でございます。今日のテーマ、はい、はい。ええー、ゴーダーレツ伝2にに小渕誠。小渕誠だよ。うん、という。うん。あのー、水爆打線。 昭和25年、えー、松竹ロビンス水爆打線。はい、中核としてという話は前、あのうん、ニックネーム付きの打線というかちょってりましたけど、ね、小鶴さん一人に絞っているのは、そうですね、あの、まあのまもちろんね、私も見たことはないんで、生で。ただ、その小鶴誠さんの、うん、でやっぱりあの当時の昭和20年代の雑誌を見ると、うんうん 川上さん、大下さんと藤村文雄が一番多いかな、やっぱりね、ベスト5ぐらいにグラビアに多いし、表紙にもなってんんよね、だあのフォトジェニックというか、あの和製ディマジオって、ディマジオって知ってるヤンキースの。聞いたことありますけど、どういう活躍したのかな、あれはあの人はね、ある意味、ジョー・ディマジオ。 歌にももななるぐらいい、うん、長島みたんでその方の雰囲気に似てるというか,か顔もよくて、うん、打てて、うん、その上優しいらしいんだよね。最強じゃないですか、うん、だけど川上さんとか大下さんそうだなあの辺とちょっとこう違うというのは、うん、えっと。 その自分の意思でチームに移動するというよりも、うん、ああの人にくっついて移動していったので、うん、そういう意味ではちょっとその誤解されちゃったというかうだからこう大スターなんだけど、うん、同じ球団に長い間いないんだよねえ選手歴、今ブログを見ておりますけども、はい、最初、名古屋軍で入って戦前。うんうん、で戦後 22年まで中日にいたけど、うん、その中日で人事でちょっといろいろと分裂があったの、ねまあ、よく赤峰騒動って、はい、これもまたいつかやりたいと思うんだけど、うん、そこで QA フライヤーズに移動したわけですよ QA フライヤーズ、うん、で次にそのダイエースターズに移動して、うん、また今度松竹ローベンス移動してここは1年ごとですねそうだから、うん、あのそれで広島カープに最後、はい っていう感じで、うん、大下さんとは似てるんだけどちょっとこう何て言うんだろうなあの大下さんは自分の意思で動いてたような気がするんだけど、うん、小鶴さんは赤嶺さんっていう人についてったから、うん、その代わりずっとついてったら最後まで行くっていう感じが彼のある意味優ししさかもしれない、ねうん、でまあ一番大事なその記録の部分なんですけど。はい やっぱりさっきの水爆打線、松竹ロビンス、セ・リーグの第一回の覇者ですよね、巨人を差し置いて、両リーグになった年ですね、そうですね、セ・リーグとパ・リーグに分かれて、この時のの143得点と、て書いありますごめんなさい、ちょっとじゃあ間違えちゃったかな、あと51本塁打はそうでもないんだ。 えー、376類だ、うん、と打点の161というその3つは、うん、今も日本記録として 残ってると,とりわけ161打点というのは、うんえー、私が記憶にあるにはあの20年以上前になりますけれども、はい、マシンガン打線の4番だったロバート・ローズが,、ね、が153打点、うん、99年ですね、うんえー、平成11年に記録しましてその時に、まああに途中までは小鶴越かというふうに話題投入しですね えーまあ、153打点で結局終わりまして、うん、小鶴誠という名前、そこで初めて聞いたそうなん記憶ありますけど、うん、あとは、まあ、あの阪神の優勝した2005年に今岡選手、<ー>147打点ですかね、打率ホームランを考えるとちょっと考えられないような、うん、147打点と打点をしたとえも、ー、小鶴選手の名前よく出てきましたけど、うんね、やはり今になってもまだ抜かれてないという。 ちなみに試合数何試合なんですかこの時は140だけど10試合欠場してるわけです。すごい。だから全試合出てるんじゃなくてこの人ね腰をちょっと弱いんで追加版ですね。だけどすごいよね。なるほど。いや51本160打点で3割5分5厘。これ3冠もじゃないですか ?3 割5分5厘は2位なんだよね。あら、誰ですか藤村文雄。やっぱりこの2人は でまあ、その前年、大エスターズの時に首打者3割6分1厘で取ってるんだけど、はい、この時の2位が藤村文雄。じゃあ、こう、ローズペタ,あペタジーニ松井みたいな感じですかね。だから迫力がその2人のね、やっぱりなんていうんだろう、まあ、ちょっとなんか上、頂上の方ですごい戦ってるようなね、王と長嶋がね、うん、違う球団にいるような感じだよね。えーうん まあ、足も速かった,みたいなそう盗塁もあと、例えば昭和25年の場合、確かね、盗塁が、うんえー、28個、28、素晴らしい、うん、あと2つで30ですよ、うんトリプルスリーのすごいでっかいじゃないですか、トリプルスリーの中でも一番のになるところだった,っった、うん、で藤村文雄がね、なってるから、もうちょっとからこの頃横欲を出しとけばっていうこともなるよね。 ただ、ですね、はいえー、小鶴選手この2年間はまあベストナインさらに1950年 MVP になってますけど、うん、これ以外の年はベストナインにもなってないんです、ね、そうですすねそうんなんかちょっとこの2年だけすごいですけど際立ってまあの26年、まあ、そのさっき言ったその130試合しか出てないで、うん、最後、日本シリーズでも腰が痛くてなかなか、ね、結果が出てなかったんだよね。あ で追加マヘルニアで、うん、でこの人の打ち方はちょっとアッパー気味でゴルフスイングって言われててで新田恭一さんという、まあ、大正時代の野球人がコーチとしてくっついてて、うん、それで鼻開いたんだけど、うん、そのせいで腰を痛めたんじゃないかっていうことで川上哲治さんが、うん やってたダウンスイングがこのあと日本の打ち方の主流になっていくわけですよ。もし小鶴さんが怪我をあんまりしなくて、うん、ホームランをもうちょっとコンスタントに打てたら、うん、もしかしたら日本はまだ違った形の打法が出たかもしれないっていう裏の歴史もあるわけ、ねえー、これ川上哲治の名前が出ましたからボールが止まって見えるというね実は。ささんの小鶴誠さんが誠 その,そのぐらい調子がよくて、うん、でその記者がその話を聞いて、うん、小鶴だとちょっとよく分か,あのみん,な分かんねえんじゃないかってことで川上哲治の名前でボールは止まって見えるっていうことをやっちゃったんで、うんうん、川上哲晴の言葉になってるけど <laughs> 実は小鶴誠まことさんが言って。 まあそうじゃないかこの記録を見てボールが止まって見えるってよくわかるよねまあそうですねホームランなんかも止,、まあ、止まってるボールってなかなか打つのゴルフなんかはそうか難しいと思うんだけどそのくらいの境地になるっていうのはわかるよね川上哲春もと昭和26年翌年に3割7分7厘というので首位打者取ってるんだけど、はい、やっぱりホームランはこんなに打てないからねうーん 確かか本だったかなまた1950年、51本打った小鶴選手、うん、非常に勝利に貢献しているようですね、チームの。そうですね、あのーまあ、その後の水爆打線って、この前は話したけど、うん、小鶴が3番で、うん、4番岩本、5番大川ーー、トリプルス、で、オーカーも、えー、と打点100、ホームラン30本、30本,、うん、30本以上、3人いってね、当時、うんで、3人とも3割打って、打点100だから、うんうんはい それに続くのはあの二十一世紀の大ハード、うん、あの打、ー、線までは出てこなかったんじゃないかなとっ、ねはい、やっぱりとやっぱり百打点三つで、うん、まあしょうあの勝率も小値君は七割超えでしたからね。うん、まあその七割超えのチームでも小鶴選手ホームラン打った時は四十一勝六敗、八割七分にいる。うんうん、これはすごい。 勝利打点はちょっと数として上がってないですけどとんでもない数になるんじゃないでしょう,ね,、うん、そうだね。だからやっぱりクリーンナップが打って8割ってやっぱり MVP になるよね。う,ん、うん。まあ何しろ小鶴さんのやっぱり凄さっていうのは記録のその破天荒さというかね、うんでまあ、きっと皆さんそのプロ野球の歴史を でも映画の松竹、まあ、もちろんその通りなんだけど、はい、それが優勝して、うん、その3まあまあなんて言うんだろう大打者が小鶴真っていうのはそこで知ったと思うんですけど、うん、どっちが先かっていうかね、うん、巨人の川上千葉茂青田っていうなら分かるんだけど、うん、やっぱそこがねなんて言うんだろう 小誠のね、野球殿堂入りはしてるんだけど、うん、その長島王のような迫力がないように見えるのは、やっぱり2年間だけだったからかな、その後広島に移ってね、あの頑張ったけど、やっぱりあの,その昭和24年、25年の凄さっていうのは、やっぱりできなかったからね、まあ、この際立った昭和25年っていうのは、少しあのボールが飛ぶボールだったというのそうです、ラビットボールって言われてましたね。えー まあこういうふうにして、ゴ合打列伝としてえ今後も野球部も取り上げていきたいと思っているようなんですが、はい、あの30勝投手という別のシリーズも動画ではありましてそちらもよければお楽しみいただきたいと思うんですけれども、うんうん、30勝投手は数が限られていると。人か、うん、ということなんで30勝投手列伝はどうやっても15までなんですよねただゴ合打列伝はどこまで合打と捉えるかで数がすごいもう分からんっっていうえとねなんだろう。 その瞬間輝いた人もいれば、うん、ど,うどうだろう、その小鶴さんは、はい、もちろん1700本ヒット打ってるから、うん、決してじゃ、一瞬ではないで、うん、だけど、うん、そのきらめき方が飛び抜けてるじゃないですか、うん、だから、そういうこともだまだまだね郷田列伝は終わりのない旅だよね。まあ これお聞きの皆さんもあの取り上げてほしいバッターがいたりしたら、ね、ちょっとあのコメント欄にでもいい入れてくれるとありがたいねまああのこういう話もねまたいつか皆さんとねライブで話ができるようにねうしていきたいなと思いますんで、はいろいろとネタは皆さんもちょっと心の奥で考えて,おいていただければありがたいなと思います、はい、ということで 今日の野球グムチャンネルはこれまでです、はい、チャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクがありますのでまだの方は登録よろしくお願いします次の動画をお楽しみにさよなら